名古屋からアニメを。2020年放映を目指す名古屋初の本格的アニメのタイトルは四季桜。そのアニメの制作風景を裏側まで見せていくのがこの番組、名古屋アニメプロジェクト。2020年放送を目指すアニメ四季桜、声優の卵たちに密着していますが、今回登場するのはこのレッスン生。 TYK プロモーションの野田雄大です。よろしくお願いします。 TYK プロモーション所属野田雄大、彼には TYK 以外にもう一つの顔があると言います。それは、10年近いキャリアを持つ舞台俳優。僕はすごく自分の見た目にコンプレックスが小さい頃からあって、身長も低かったし、いじめられたりとかしたりとかこともあったんで、すごい自分の見た目が嫌いだったんですけど、声だけはよく親からも褒められていたし、いい声だねって言われたりすることはいっぱいあって、でその自分の声を活かせる仕事とかなんだろうなって思った時に、その声優っていう職業があるのを知って、いつかなりたいなってずっと思ってたんですけど、しかしここで一つの壁にぶつかります。名古屋には声のお仕事ってなんかやっぱりほとんどなくて、やっぱり声優として仕事をいただくってなると、やっぱりその東京に行かなくてはいけないっていう、やっぱどうしてもなってしまうところがありまして、だったら一人で単身東京に行くより、名古屋でその劇団を有名にして東京に届くようになってから活動範囲を広めようって思うようになって、まずは名古屋で頑張ろうって思うようになってっていう感じですかね。そんな時に名古屋声優の募集があることを知りました。名古屋で声優がやれるんだと思って、もうそのまま勢いに任せて、もうこれは絶対応募しなかったら自分はこの先めちゃくちゃ後悔するだろうなと思ったんで、もうこれ絶対応募してやろうと思って応募しました。劇団の人たちはどう思ったのでしょうか。そういう声の仕事をいつかやりたいんですっていう話をしたんで、驚きはしなかったんですけど、その興行を受けたいなっていう話を思って、もうそれはもう君の持ち前のその声と、その綺麗な日本語を発したいっていうことは、いつもね、お芝居やってる舞台の上でも気遣ってるので、だから早く劇団のお客さんに向かって気持ちます。現在は仕事後に TYK と劇団を両立する日々。演劇の方ではね、名古屋で言えばキャリアも積んできてるんで、まあ、なんだろう、やっぱりこうかける思いっていうのが他のやっぱ若い子たちに比べると、まあ、後ろがないっていうような、ケツに火がついたような、そういった真剣な眼差しと姿勢っていうのはすごい見せてくれてるんですけど、ああ見えて多分すごく不器用なんですよね。まあ、彼もやっぱり芝居人なんで、こう芝居の中で爆発させることができるキャラなんですけど、やっぱ野田雄大っていうその本人のやっぱりこう表現の仕方、アウトプットの仕方っていうのがまだまだ質が高くないかなっていうふうに。でもあれだけの演技力とキャリアを持ってる子がアニメが好きだっていうのはすごい武器だと思うので、なんならこれから円熟味とそのフレッシュさっていう両方兼ね備えた形で戦っていけるかなと思うんで、応援期待しますね。こいつにしかできないだろうなっていう役をもらえたりとか、そういうその自分の声の特色を生かせるような声優になりたいです。若本のりおさんとか、あの喋り方とかでも若本さんにしか出せないじゃないですか。てかもうそういうのをもう作り上げちゃうぐらいの色というか、唯一無二の存在となるため
彼は今日も研鑽を積みます。